メジロベーシンガーは、父メジロライアン、母、メジロストークの決闘の2001年生まれの影の、貧馬である。ミホ、大久保陽吉地球に所属していた。半兄に中山グランドジャンプに優勝したメジロファラオが、いる。名前の由来は、女優のキムベーシンガーから、中央競馬で競争生活を送る。平地競争では一生もできなかったが、2005年1月29日、 東京競馬場第4競争で迎えた障害競争デビュー戦でいきなり2着。3戦目で初勝利を挙げると続くオープン競争にも解消。その後休養して夏に復帰するが4着、8着と敗れる。しかし、休み明け3戦目で出走した新潟ジャンプステークスで戦団内から直線で抜け出して重賞初優勝を果たすと、 暮れの中山大障害でも3着に入る検討を見せた。しかし、翌2006年の中山グランドジャンプでは12着と大敗した。その後長期休養に入り、1年1ヶ月後に復帰して、障害オープン競争で4着となった。そして、東京ハイジャンプでは、人気をながら2着に入った。そして再び半年の休養の後、イルミネーションジャンプステークスに出走し、 新潟ジャンプステークス以来、約2年3ヶ月ぶりの勝利を挙げた。しかし、故障のため長期休養を余儀なくされ、ついに2009年3月20日付で JRA 競争場登録を抹消、現役を引退した。現在は、レイクビラファームで繁殖品場となっている。ありがとうございます。